こんにちは。そっかの久保です。FX のことなんですけども、今10時前後をね、え一、ー、つの区切りとして、この辺でそれぞれの時間軸の回収をしていこうかと思います。よろしくお願いします。まずは週足なんですけども、NG がご覧のように、えー、完成しましたね。NG ができることをずっと固唾を飲んで見守っていたんですけども、サンバガラスの後に上に跳ねる。まあこれがね、見分けられた時点で、ほぼほぼ NG は、 できたんじゃないかなと思いましたけども、ここで跳ね返って下に行かないあたりがね、本、え、当、ー、運に助けられたっていうところと、きちんと現状分析できてるなってところですね。まあ常に運が入ってくる。要するに何も大きな事件が起きなかったんで、テクニカル通りに行ったってことですからね。ありがとうございましたってことでございます。それにしてもここからの勢いは結構強かったですね。大量の資金が入ったことを匂わせます。次、冷やしです。 はい。日足もね、思ったようになりました。エリオット波動っていうのがありましたけども、第1波、第2波、第3波、第4波、第5波ときまして、調整波が入った後に、さらにここを抜けていくような、新しい推進波が来るっていうのが、エリオット波動のフラクタル構造ですけども、まさに、これはね、エリオット波動ではないですよ。繰り返しますけども。エリオット波動ではないんですけども、それと似たような構造ができてるなってことが、エリオット波動をマスターすることによって見分けることができるんですよ。で、ここを越えて上に上がったでしょ。 つまりえっ、ー、と推進波があって調整波が来て新しい推進波がここを越えていくってことで、えー、どんどん右肩上がりがねできていくってことでございますここまでうまくいきましたはいきれいに決まりましたねじゃあ次は4時間軸の回収です4時間軸はフラクタル構造っていうのをお話ししましたちょっと消えちゃいましたけどもここに三角形があって それよりもちっちゃい三角形があって、最もちっちゃい三角形があって、収束していったところでブレイクして上の方に、今度は逆の形でだんだん大きくなる構造がフラクタルで見えて、一番大きいのが今、まさにここで完成したってことです。はい。じゃあ最後1時間です。はい。1時間はブレイクアウトですね。えっ、ー、と、ここでも見れ、見れましたようにブレイクアウトが。同じようにね、 ここでもブレイクアウトが実現して何度も言いますけども131円前後で倍でエントリーちょっと多めのロットでねで今132円の192あたりをうろうろしてるってことでまだまだ伸びそうですけども一応ね目標の金額いった方はここで離脱してジエンドでいいんじゃないですか深追いするとね傷を負いますんではいここまでです 今回もありがとうございました。じゃあ、あとはね、また、これからも明日、相場解説やっていきますけども、あくまで付け足しなんで、気合は入れていきますけども、えポジションは私の場合は持たずにいきます。えー、ところでね、ツーロット残ってるのがありますよね。まあ、あれはちょっとね、忘れてください。えー、私の胸の内でエントリーしていきますんで。それじゃ